平野紫耀らがキンプリ時代の楽曲に残した隠しメッセージと彼らの自己表現の意義。こんにちは、読者の皆様。スマッシュ TV です。今回は日本の音楽界を騒がせている注目のトピックについてお届けします。皆さんご存知の通り、キングプリンスへの平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺ユ太さんがジャニーズ事務所からの退所 そして、長瀬恋さんと高橋海人さんによるユニットへの移行が話題となりました。しかしこの背後には、キンプリがキャリアの中で辿ってきた奇跡と、彼らが楽曲に込めた隠しメッセージが存在していたことが新たに判明しました。その真相に迫りつつ、彼らの音楽的自己表現の意義を考えてみましょう。キンプリ、独自の音楽への探求心。 キンプリはデビュー当初からメンバーそれぞれの意見を尊重し、楽曲制作に深く関与するスタンスを持っていました。実際、デビュー曲、シンデレラガールの選曲過程や、セカンドアルバム、ルにはメンバーがプロデュースした楽曲が収められるなど、彼らの自己表現が音楽に反映されていました。 さらに、キンプリはほとんどの制作段階に参加し、楽曲やコンサートの演出、CD のデザインに至るまで意見を交わし合い、一丸となって作品作りに取り組んでいたことが明らかにされています。隠しメッセージ、楽曲背後の真相意味。こうしたキンプリの熱心な自己表現の姿勢は、実は彼らの楽曲にも、隠しメッセージ、として現れていました。 その多くは歌詞やメロディーに込められており、ファンたちに対する思いやメッセージが隠されていたのです。これらのメッセージがファンとの共感を生み、より深い関係を築く一員となっていました。退場と新たな一歩、事故の可能性を信じて、平野志耀さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの退場によって、彼らは新たなステージに踏み出すこととなりました。 これは決して彼らの努力や音楽への情熱の欠如が原因ではありません。むしろ、キンプリの自己表現の探求心が今後の個々の活動をさらに豊かなものにする一助となることでしょう。そして長瀬廉さんと高橋海人さんの新ユニットがさらなる可能性を広げていくことが期待されます。結論、自己表現の尊重が生む真の芸術。 キンプリの奇跡は音楽活動だけでなく自己のアイデンティティと向き合い自己表現の大切さを示すものと言えるでしょう。彼らが楽曲に込めた隠しメッセージや自分たちの手で作り上げた音楽は真摯な姿勢から生まれた芸術の賜物です。今後の彼らの個々の活躍にもその信念が引き継がれ新たなる輝きを放つことでしょう。 読者の皆様、この度はお付き合いいただき、誠にありがとうございました。キンプリの音楽と彼らの情熱的な自己表現が皆さんの心に響く素敵な瞬間を作り出すことを願っています。